育児の一人目二人目ってすごい初めてのことばっかりで,でカップルだったものが夫婦になって親になって二人の距離感がわからなくなる時期って,きてあるんですよねでそこでやっぱり子供に逃げてたりとか仕事に逃げたりとかするとやっぱ夫婦の会話がなくなってきたりとかしてで昔みたいにちょっとくっついたりしたい気持ちはあるけどどうしてしていいかわからないっていうこのすごいモードも,もどかしい時代が 人人目2人目の時結構あってでそれを打破しようと思ってもう一回俺ももう一回恋した気持ちを取り戻そうと思って、うん、もう一回アタック結婚してるんですけどアタックしたんですよ。えー、でもうデートもしたいしでも子供いるけどもう夫婦問題の方が大事と思ってるからお父さんお母さんにちょっと今日はお願いしますって,ってちょっとデート行こうみたいなとか結構。あの結婚前は 向こうからのアタックだったのに、うん、結婚してから僕がアタックしていったような感じになりましたねでも15年経っても恋してるてあ、ずっと好きで <laughs> 恥ずかしいですけどずっと恋はしてますすね、はい、<laughs> そうなんですよやっぱ帯同とかは、ね、見て分かりますけども心音ってやっぱ本当に命の輝きですから、うんはい、あれを、ね、みんなで聴けるってやっぱみんなにこう愛される子になるからすごくいいアイテムだと思います。 この先、コウノトリがまた杉浦さんちにやってきたときにはぜひ、そうあ長女、ゼロじゃないからね、<laughs> ゼロではないですよね、はい、よもちろんなので、あのコウノトリさんがやってこられた先時には、どうでしょうか、心音、はい、をやっぱりお子さんたち同士でもこう,分かち合うっていうのはそうですね、うん、うちの子4人いますけれども、やっぱりこう家で子供たちにもあの弟かお妹が生まれるんだよっていうね、あのこう兄、姉としての自覚も生まれると思うんで、素敵なアイテムですね。うん アイテムなんです。スルルの以上に今語ってますけど大丈夫ですか。<laughs> いろんな商品のアンバサダーさんになっていただけそうな柴田比雄さんは本当にいい商品があるんで,でね。うん、やっぱりこうでもあダンスもね、うん、あの結構僕はもう本当にダンスが苦手で本当ですか。はいでもあのユーチューブでね妻と娘と一緒に踊ったことがあるんですよ。はい。それがめちゃくちゃ役に立ってて <laughs> 今回ダンス動画をもらった時にすっと覚えれて。 できるやんってなってやっぱ家族に感謝ですねねやりました、ね、本当に YouTube で結構あの妻と踊ってみたみたいなのがあってで何シリーズか出してるんですけどやっぱ必死で踊ってるとなんかやっぱこう下手くそなりになんか感覚分かってきたんで,でちょうど本当にお子さんでも踊れるダンスだから僕もすっと入って。